しか書かないと思うのね、みんな。こら、ちゃんと書きなさいよ。天狗禁止って言ってみる。ちなみにこれはお姉さんが選ばせていただきますからね。あ、そうなんだ。はい。さあ、いなくなったわけね、それでコラちゃんね。そう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 。あ、なるほどなるほど。そう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 。はい、じゃあちょっと流れを見て進行しますよ。毎日一緒にいるじゃないよ、わかるでしょ。そうだね。ずっと一緒にいるからね。しっかり書いてよね。さあさあさあ、筆が進んでるのは、A、マー君以外。あ、なんで？マー君ね、何も書かない。なんで？もう空気のような存在、私って。そういうこと？独創的なものがいっぱいできてますよ。本当ですか？で、恐ろしいわね。ズーちゃんとクールが方向性一緒です。何それ、どこに向かってんのよ。大きく分けると方向性一緒なんです、これ。そうなの？はい。で、頼みますよ。あ、マー君も書き始めた。マー君書き始めましたよ。しっかり書いてよね。さあさあさあ、誰が、ちなみに聞いてみましょうか。誰が一番小夏お姉さんうまく描けると思うか、お客さんに予想をね、聞いてみようか。ズーちゃんだと思う人拍手。さっきみたいの描くんだよ、どうせ。なるほどね。はい、リンちゃんだと思う人拍手。素直に描いてくれたらリンちゃんが絶対一番上手、ね。はい、レオだと思う人拍手。あ、愛があるかもしれないですね。まあ、うまいからね。はい、マー君だと思う人拍手。はい、タイム。はい、クールだと思う人拍手。そんなもんですよね。多分アップで来るよね。得意のアップ、アップではない、アップかな。あ、けど顔ですね。あ、本当。はい。あー、なるほど、そうなりましたか。まだもうちょっとかかるかな。もうちょっとかかるかな。もういいかい。まだだよ。あ、レオ書き上がったな。レオ書き上がりましたね。これはね、ちょっとみんなが書き上がるのを待ってみたいんですけど、はい、コナッちゃんが一番ショック受けるのどこかな。聞いとこうか、それ。そうだね。どうどう、ズーちゃんかマー君かな。またその兄弟か。はい、じゃあ締め切りますよ、はい、5秒前5 4 3 2 1。そこまで。はい、コナッちゃん。はい、さあ、私出てこうか。はい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 。さて、はい、答え見て、答え見てみましょうか、一回ね。はい、正解です。皆さん、お待たせしました。エスティックでございますね、コナツです。はい、気になる。すいません、そのターンいりました。あ、必要なかった。あ、肌がね、伸びるか。あら、何やってんだよ。はい、すいません、皆さん、伏せてください、伏せてください。はい、はい、絵を伏せてください。まだ見てない。はい、選択肢、コナツちゃんから。あ、順番に、うん、順番に好きな人から見てください。じゃあね、じゃあ、まともに描いてくれたと信じたいレオから見てもいい？お、なるほど、うん。では、レオの描いたコナツお姉さん、お願いします。ドン。まあけど、で、目がキラキラしてるよ。キラキラしてる、ね、すごい、本物の5倍ぐらい大きい目が。そうそうそう、素敵やったね。そう、今日マイク持つからね。あ、そう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 、ね、今日この後もあります。はい、何、本当は目ちっちゃいね。うるさいわよ。あ、じゃあ続いては、さあ、どこ行く。リンちゃんの見たいな。リンちゃん、でも絶対なんか鼻がこんなになってるでしょ。大丈夫、リンちゃん先に見ちゃうとあとショックしかないよ、多分。本当。じゃあ希望残しといていい。希望残した方がいいかもしれない。分かった、じゃあクールの見ようかな。クール行く、うん。じゃあクールの描いた小夏お姉さん、せーの、ドン。はい、ヘノヘノモヘジ風でございます。私はエスティークじゃないわよ。怒られるわよ、エスティークにこんな回転。これうまいよね、考えたらすごいよね。でもちょっとセンスは認めるわ。センス認めるよ、悪くないわ。オッケーオッケー、悪くないわ。はい、どっち行く。そうね。どうしようかな。じゃあ待って、マー君行く。マー君行く。お姉さん、はい、マー君行くわ。で、マー君の描いた小夏お姉さん、せーの、ドン。はい、ピカソ風。ちょっと。あ、鬼か。ほら、なんて描いてあんの。ほら、天狗ちゃうわ。お姉さんは生まれも育ちも千葉、関西弁じゃない。完全に服は和服ですからね、あれね。ひどいよね。鬼の服です、あれね。ひどい。このほっぺのここ何、これ。ほうれい線やめて、ほんと。じゃあ、じゃあこれりんちゃん見とこうよ。そうしようか。りんちゃん、じゃありんちゃんの描いたこの夏お姉さん、せーの、ドン。どれどれどれ、どれどれ、どれ。マー君って怒ってるの。まあ、こなつ侍です。何この後ろに天狗のなんかこう亡霊みたいなやつ。何それ。ついにオーラを背負うようになったんですね。背負ってんの、お姉さん。お花じゃなくて天狗を背中に。天狗背負ってる。いやーね、ほんとできるな。はい、でも上手だね、やっぱりね。さすがです。ではラスト、ししたずーちゃんが描いたこなつお姉さん、せーの、ドン。まずね、目がね、572なんですね。何この人たち。その辺がね、同じ考えなんです、これ。仲いいね、ここね、意外と。え、なるほど、これ
に読む、読まつ。お姉さんが読もう。はい。何？胸は小さい。失礼だよ。ほら。ね、ケツ、ケツは最高。最高言うな。いつもで、ね、キャラクターショーのダンスの時にお尻触ってくるの、スーちゃん。本当にね。セクハラですよ、セクハラ。ね、じゃなくて、成田天狗ってこれ。ひとまとめにすんな。出身地と天狗を。完全に鼻高いですからね。本当にもう。本当に。どうなのこれは。これどうなの？どうなの？だってさ、正確に選べる選択肢さ、もう、レオかさ、やっぱりインちゃんみたいなことなっちゃうじゃん。いや、あの、一人アピールされてますよ。これは、こなつって書いただけでしょうか、本当にもう。どうしようもない。決めてください、もう決めてください。では、はい。じゃあ、迷うけど、どうしようかな。ちょっと見せなくていいわ、ここは。じゃあ、レオで。レオあ、ということは、3問連続、レオが正解。わということで、レオが優勝でした。拍手。じゃあ、レオに優勝商品差し上げたいと思います。優勝商品は、コナコ姉さんでーす。来年から、ライオンズファンの皆さん、お世話になります。嘘です、皆さん、バリンズにいます。ということで、これ、最後みんなにプレゼントしようか。ズーちゃんのはやめとこう。ズーちゃんのやめとこう。ズーちゃんのダメだって。はい。あ、ちなみに皆さん、今日は、そんなコナコ姉さん、試合終了後ね、聞いて、聞いて、サインして、あの試合終了後ね、あの萌え萌えナイトというイベントをやります、はいはい、あの歌ったり踊ったりしますんで、ぜひ試合に勝ってこのステージで一緒に盛り上がりましょう。よろしくお願いします。今みんなにサインを入れてもらってね、プレゼントしますので、一応これ、はい、あの大人の方限定で、ずーちゃんはひどくない、ほんとそれあげてもらいましょう。いいのかね、ダメだろうね、教育に子供たち。はい、じゃあ、あとはこれは、はい、みんなに任せますか。サインを入れてね、サインを入れて、はい、お渡しします。ちょっとあの数に限りがあるからね、もらえないお友達はごめんね、すいません。ということで、今日はね、レオもこの QVC マリンフィールドで一緒に試合を盛り上げてくれますので、ぜひぜひ楽しんでいってください。かっこいい、かっこいい、すごいね、わあ、軽やか、軽やか、この軽やかさをなんか見習ってほしいよね、お兄さんもね。そうだね、全くだ、そうだね。面白いわ。さあ、サイン入れた、みんな書いた、大丈夫、書いた、はい、はい、じゃあこれみんなにあげようか、あげようか、マーク書いた、マーク書いた、じゃあこれはあのステ、はい、ージが終わって、その後みんなに下にね、にしようかな、適当に、はい、みんなにお任せで配ってもらいましょう、はい、では以上をもちまして、キャラクターバラエティステージマーライオンおしまいです。ありがとうございました。さあ、この後はね、試合が6時プレイボールでーす、はい、今日はね、昨日の分までしっかり皆さん応援してください。